下の方にもっとあったような気がするよ、来年。消耗品、消耗品、消耗品、消耗品4つか。あ、なかった、消耗品のみだね。あ、鼻、あ、鼻散った。クールドリンク、あと5個。リパシさん、この音楽でしんみりする感じ、マッチョのサッチンを思い出すな。元気かな、お会いに。メムさん、マッチョのサッチン、風呂入ってきた。風呂上がりにはやはり長見さんだよな。メルさん、俺眠いよ。マッチョのサッチンって誰？お願いマッスルってかな。お願いマッスル、めっちゃモテたい。お願いマッスル、めっちゃモテたい。お願いマッスル、めっちゃ痩せたい。マッチョのゲームの音楽提供者サッチン、お会いに。あー、サッチンいた。これなんだ、この建物なんだ、ないぞ。てんてんてん、お、ジェム来た、3回で。お、出た。お、ダメージプラス2、いいですね。サファイア、ここ、お、やりたかったな。もう建物を建てるあれもない。オッケー。あ、こうやればマウスのポインターも動かずに済むのか。お、なんか話せる人増えてる。参加します。うえ、ナイスナイス参加。メムさん、ちょっとコメリ歴見てみたか。うん、何？メムさん、長見さんの話や配信がつまらなくてみんな去ってしまったのね。悔しいな。それはもうあれがち、否定できんな。それは否定したいけど否定できんな。当たりだな。嘘でしょ。しょうがない。眠いよ。ほら、なくなった。長見と1対1で話さなきゃいけないなんて、せちがないの。ね、VC で雑談しながらやる。 VC でやめとこう。下手なことやったらだから。あ、魔法の彫刻が姿を現す。動く羽を開かせる。スタンダード。あれ、メムさん、リパ様とヌピ様に辛い思いをさせてしまった。私も会話に混ざろう。ヌピピはなんとなく今聞いてるだけだから大丈夫よ。スタンダード行くか。黄金の羽。リパシさん、また誰か女性配信者僕に誘って雑談か。無理やり誘ってみる、女性配信者。うん、開けまくって、本当申し訳ないことしたわ。リパシさん、やめとけ、わらわら X。 絶対怒られるよ。ヌピピさん、まあ、わてくしはバックパックバトルやりつつロムってるだけなので、お会いに。そっちは本家でしょ。メムさん、エンテルって配信者が配信始めたようなのでコラボしましょうや。あ、フーカ配信始めたの、寂しいな。フーカ、美しいバックパックはそれだけでご褒美じゃん。リパシさん、お、お会いに。ね、レアアイテム1個入手。レリック、レリックの方がいいのかな。アイテムセットを入手するってなんだろう。アイテムセットって何。アイテムセット、これはフルート。敵に5魅力。あれ、これ攻撃パターン違う。ホールハンマー2マス先にあるハンマーのダメージプラス22マス先にあるハンマーのダメージプラス2。こうこう2マス先、もうちょっとこう。ああ、来た来た。お互いこれでもうこうやって、ああ、これだけ盾が置けないな。盾が置けね。リパシさん、斜めダメか。フルートだなんて長身に音楽家の道を歩ませようとしているのだろうか。俺が音楽家になったら地獄よ。これシールドが取れない。
え、これどうやってやんだ。ネムさん、ネズミ長老、なんか不老者感が半端ない。あれこれどうやんの。シールドが装備できねえけど。え、これは装備できるけど、シールド装備できねえと意味なくない。一回使用か、各ターン2マス先にハンマーだね。これシールドいらないのかな。リパシさん、池袋駅西口改札にいる。こういう人本当に何何、西口改札にちょっと行ってみるか。これですぐやられるかな。シールドないとまず大体やられるからね。一旦金拾って、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。戦えんのこれ。フルートって何、これ魅了したらどうなんの。意味が分かってないんだけど。これやると参加します。え、参加ナイス。え、魅了したよ敵。フルート吹いて、え、ここでもう一回、うん、え、意味が分かってない。リパシさん、今の眺めはいろんな人を魅了させたくてたまらんだろう。ねえ、普通に HP 半分持ってかれたんだけど、一旦目で HP 半分持ってかれたんだけど。これあ、ここに帰ってきた。寝返った。リパシさん、わらわら。ネムさん、ただ魅了させるには特部を出さないといけない。ネムさん、終わってる、わらわら。リパシさん、ボコボコで笑う。ある程度 HP 減らしたら、 HP 減らしたらこれ有利なんだよ。こうやってボコって、え、もう2回しかできねえよ。意味わかんない。マート振ると、あ、全員寝返ったよ。これどうすんの。ネムさん、チュウさんしかねえ、もう先がねえ、わら。え、これどうすんの。リパシさん、あれ、え、後ろからやめ位置しなかった、こいつ。今勝手にオートでやめ位置したけど、ちょっと待って、ポーン、嘘でしょ、ポーンって、ポーン、ポーンって、こいつとんでもない系統なんだけど、ちょっと信じられないんだけど、こいつこんなゴミみたいなやついるの。嘘でしょ、嘘でしょ。リパシさん、久しぶりに古速な髪見たわらわら。ネムさん、ピースしてんじゃねえよ。違うよ、今のオートで殺したんだよ、オートで。俺何もしてねえよ。ネムさん、笑顔でピースしてるとこのゴミ、わら。ちょっと待って、トイレ行こう。面白い、ちょっと氷も取ってくる。これでもあと13じゃ。なになに、笑顔でピース。いや、こっからはゲスの戦いが増えるのか。そうだね。フルート、あ、来た。サッチェルのバックパックはスタボロだ。サッチェルはレベルアップするとバックパックにマスの塊を追加できる。マスの塊は必ずしも他のマスに隣接させる必要はなく、離れた場所にも配置可能だ。こうしたマスの塊はゲーム内でポケットと呼ばれている。ポケットのマス同士が隣接している場合は同じポケットと見なされ、逆に隣接してない場合は別ポケットと見なされる。バックパックにたくさんのポケットを作って遊ぼう、戦おうか。え、何、どういうこと。レベルアップ、一マス選択しよう。あ、この形か、この形ってこと。あ、で、これが隣接してなくてもいいんだ。リパシさん、お、面白いね。これと、え、あ、これとこれどっちにするってこと。あ、これだって縦装備できるように、これやっとくか。これにするわ。よし、これ弓に向かねえな、こいつの。これ防御、ちょっとシールドがないから防御のやつは持っとくか。これなんだ、ハート、ハートか。これスタミナは一応ここで管理しとくか。これゴミみたいなポールハンマーだな。これ何も消費しないけどさ。リパシさん、こいつはもうフルート無本戦法しかせんやろ。そうだよ、もうフルートしかやんないよ。あ、ダガーとかこういうアイテムでちょっとその場しのぎの薬草、これ、あ、これじゃ無理か。よし、行くか。こすい生き方してやるぜ、今後目にもの見せてやる。だからこいつ相手してる暇ないな。くそ、そう、どうやったら寝返るんだお前ら。
俺のフルートを聞け。三崎さん、湖水生き方こそ砂神の象徴。で、ね、山を動かしてやるぜ。で、弱らせる。はい、来た来た。おめえの味方もういねえから。え、戻ってきた。え、なに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 、え、なに、え、なんで、三崎さん、どうしたの、わらわら、うん、どうしたの、え、なに、メムさん、来た来た、長見さんの真骨頂だ。よし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 、こいつな、ほんとに。リパシさん、おめえの味方もういねえから、とか言うからだろ、わらわら。よし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 。メムさん、利用って大体1回食らうと溶けたりするものだよね。普通はな。よし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 。本当に人を言うこと聞かせたいんだったら、ハンマーで頭を殴るべきよ。あ、こっち来ねえな。くそ。あいつ来ねえな。もうちょっと野菜余ってるし野菜食うか。野菜食ってもうちょっと旋律を聞かせて、よしよしよし、ターンエンド、はい。香水ことするからいきなり香水ことするからだと。いきなりいきなり本丸攻撃された。皆さん、本丸攻撃、中身を全然言うことは情けない。リパシさん、本丸すぎる。本丸いきなり潰された。リパシさん、ずっとゲーム怖い。何がデイフリーザーズのある言葉出てたか。手助けしようって長押し。もっといいアイテムねえのかな。レアアイテム、レリック、レリックかな。ピゴマルさん、うん、長見さんばんは。あ、ピゴマル、ピゴマル来てくれてありがとう。ウェイ、配信頑張ってるね。見てたよ。お、合意化のダメージを1に軽減する。これ最高じゃん、このレリック。リパシさん、寝返りはするけど自分は生き残りたかったんだ、しょうがない、うん、しょうがない。これ何、ダメージ、あ、ゼロ。金ポケット、なぜに落ちて、風に落ちてダメージ与えるって。チュージとピゴマルさん、14時間このゲーム。そう、そうだよ、ピゴマル。どうした、どうした、俺の人間性を疑ってんのか、ピゴマル。俺の人間性を試してるのか。ずっとこのゲームだよ。ピゴマルさん、薄長見パンタ。質問の仕方になんかトゲがあるぞ、ピゴマル。大丈夫か、ムッピさん。お前何を知ってる、マジで俺の。俺の何を知ってる。メムさん、よし行くぞ。気になるじゃん。行くか。よし、レリックがいいな。リパシさん、うん、信じられないだろう。長見のことは信じなくていいんだ。うん、俺のことは信じなくていいのよ、本当に。これから俺が下水プレイで行くから。よし、下水プレイで行こう。よし。うん。よきさん、あさっての夜までやっちゃうんだから。やんないわ。やんないわ。よし、こっち、うん、リパシさん、うん、フルート無本戦法行こう。ね、フルート無本戦法で行こう。と公開するってわけさ、うん、フルート無本戦法よ、本当に。まず俺の華麗なフルートの音色、1回、2回、3回、もう心が酔いしれる。で、ここで今から長身を信じた者が惨殺される映像をご覧いただきます。ここで気付けの一発、全然寝返らない。まあ本家にハマってるわけ、口には気持ちは、ね、おめめやっぱ長身わかんねえや。絶望だよ。お前何を知ってる、マジで俺の。来た、寝返った。何を知ってる、寝返った。リパシさん、わらわら、寝返った、寝返った。で、こいつも寝返らさないと。よしよし、いけ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 。待て、こいつも寝返ればもう、あ、終わり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 、ターンエンド。ゲスくて、ゲスくて、面白い。わらわら、リパシさん、わらわら、ピドクロさん、わらわら、メムさん、寝返っても本体攻撃されるの辛いな。ピゴマルさん、悪い意味、わらわら、悪い意味だよね。後ろから殺すんだぜ、ヤバくねえか、このゲーム。やばい、寝返ったやつは即死なん。うん、敵が全員寝返ったらね、後ろからこいつ多分刺して殺してる。後ろからオートで敵殺すもん、一発で。敵が全員こっちに寝返ったらプーンプーンってことで。ピゴマルさん、やばすぎる、やばすぎるよな、マジ笑っちゃうわ。いやー、笑えるわ。ピゴマルさん、こんな長身にぴったりの戦法なかなかないぞ。ふざけんだよ、俺だって心痛いわ、これだ、無理だわ。
もう本当もうプレッシャーで気がおかしくなりそうだよ本当に。こんなもう辛いわ。耐えきれない。耐えきれない。よきゼット4さん、うん、どうしたんだ。こんな辛いことをやらなくちゃいけないっていう、もうこの現実が辛い。よし、うん、これでいっか。あ、生き残れるかな。あ、ハートある。回復して、あら仲良さそうだなこの2人。仲違いできるかな。後ろのやつがなんか変な幕ついてる。いとしさん、あの笑い方にその気持ちはちっとも汲み取れなかったぞ。怖いに。そんなことないでしょ。俺の音色を聞け。メムさん、俺だって辛いんだよって言いながら楽しそうに笑ってるのは最高だす。俺だって辛いんだぞ。ほら、こっち来いよ。聞き分け悪いだこいつ。ダメだ、俺死んだかもしれん。最初のターンで死んだかもしれん。いったー、死ぬ死ぬ。危ない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 。マジ危ない。もうちょっと、もうちょっとネイル聞かないとこっち来ないのかこいつ。来た、よし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 。いいぞいいぞ。あいつやっちまおうぜ。あいつ、あいつやっちまおうぜ。いとしさん、利用させて殴って味方につけるのは確実にパワハラ。よし、あと一匹だぞ。ほら、仲間もすぐこっちに呼び込んでやるからな。だいたいハンマーで頭殴れば、だいたいネイルに後れてる時に殴ればこっちが来るんじゃない。やばいやばい、痛い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 、やばいやばいやばい。あ、ターンエンド。ピコマルさん、わらわら。リトシさん、わらわら。リトシさん、こんな中に。このゲームどうなの？急にゲーム性変わりすぎるんだけど。ピューでやったねみたいな、キャハハみたいな感じ。笑ってまうやんこれ。笑ってまうやん。笑ってまうやん。ここくっつけようかな。こことここくっつけようかな。しかもテトリス形式だからねこれ。いやなかなか熱いね本当に。やっぱこういうゲームだよな。こういうゲームがやっぱ。リトシさん、味方にもしたくはないけど絶対的にはしたくないタイプの最高。ああいう風に重ねられるんだ箱と箱。やばい、ダブルフルートなんだけど。これダブルフルートって意味あるの？ダブルフルートって何？それもよくわかんねえな。現実がよくわからない。これ。これ。よしよしよし。資材。自分の資材の数、ね。エネルギー増やさないと意味ないんちゃう？やっぱそうだよね。資材の数に合わせてだってよ。隣接する資材の数。資材の数。難しいな、これ。資材って隣接できないからさ。どうしよう、これ冬だから浮くんだよね上に。ああダメだ、資材が無理だ。ああどうしようこれ、隣接する資材難しい。一応持っとくか。エネルギー増やさ、エネルギー増やせないの？なんか特殊なアイテムじゃないと増やせないの？基本3、よっぽど特殊なアイテムじゃないと無理。ここでうまく、あとね増えてもね条件付けが難しいんだよね。どうしようかな。ボールハンマー。リトシさん、1個でも2個でも変わらんのちゃう？ん？あ、フルート？それはね、そう。もう変わんないと思う。だけど、可能性を信じてる。やっぱさ、火付けりはハンマーだよな。あと、これも入れて。あー、もうアイテム欄いっぱいになっちゃった。フルートやっぱ1個捨てるか。俺が美しい音色旋律で奏でたいのに。いやー、どういうのでしょう。リトシさん、火付けにはハンマーって言葉したこと聞かないと思うこれから。火付けりゃハンマーよ。え、ヤドカリ、すげえ仲良さそう。兄弟かな。ちょっと手裏剣で様子見るわ。で毒ほら早く
早く降伏した方に解毒剤あるぞお前は。本当に早く来いよ。ほら解毒剤あるぞ。一人分しかねえぞ。ほら来い。くそ来ねえ、うん、あ来た来た。よしよしよし、後ろのやつが早めに来た。ナイスナイス。よしよし、ほらこっち来い。よし、ターンエンド。いいわいいわ、このゲームいいわ。ワクワクするわ、ワクワクするわ、ゾクゾクする。うわ気持ちいい、気持ちいい、超気持ちいい、超気持ちいい。眠さん、これは新人な、覚えたわ。リパシさん、超気持ちいい。僕の背中の眠気が覚める一泊ないだな。一泊ね、眠気覚めるやん。覚めてまうやろ眠気。またフルートあるわ。フルートがなくなるときってあんの？なんでフルートあんだろう。俺ちょっと防御力特化でいくわ。火付けのパンチだと全然効かねえからなあいつら。んなんか下とセット、チュニックで、ああ防御力上がるんだ。いやー面白いですね本当に。いいわワクワクするわ。リパシさん、さっきの爆弾戦法よりは確実性はないけど狂気度はず抜けてるな。狂気度はズバ抜けてるよな本当に。火付けの一発ダメか。あいつ正気に戻るん、正気に戻らないかな。ターンエンド。あいつ粘るな、ちゃんと振り分けておかないとな。あ、ダメだダメだ、こいつ肝が座ってるわ。あーダメだ、こいつ後ろのやつ肝が座ってる。あいつ、あ許せない、全然寝返らない。あ来た、よし、あとはカニ、ほんとにあとはカニ。こいつうっ、一件落着。メムさん、魅了耐性値が決まってるんかね。ね、しびれるな。戦闘終了時やっぱフルートが来るんだよな。リパシさん、うん、このテンポ感ある殺戮からのダブルピースは狂気しみてるよ。ほんとだ、おっとやばいと思うな、こいつ。こいつ、狂ってるわ。どうしたんだ、マジで、このゲーム。分かってな。お前が望む、その代償は高くつくぞ。メムさん、一回使用で魅了ねプラス5で。どう変わってくるのかよくわからんな。わら、リパシさん、やばいよね、これってもしかしてボスもいけるのか？わら。ん？ピゴマルさん、ね、結局これってどういうゲーム？ボスもいけるの？わら。これね、ランダムなマップ構成のダンジョンに潜っていってアイテム持って帰る、あの風雷の試練はわかるかな。風雷の試練とかと似たローグライクってやつですね。ディアボロとかになりそう。ディアボロはアクションだけどこれターン制。なんて言えばいいんだろうね。まあとりあえずダンジョンに潜って一番最後のボスまで頑張って倒そうねって、その間に強い武器とか運があれば取れるよねって、で死んだらまたアイテムゼロからスタート、入り口からっていう感じのランダム性が強いゲームですね。こういうこいつらとも絶対出会えるとも限らないからね、うん、指を対処戦場に、ね、難しいね、うん、面白そうでしょ。これの有名なゲームありますよ。バックパッカーなんとか、これはそれのなんだ、元祖みたいだけどね。よしよしよし、バックパックバトル、そうそうそう、それの元祖らしいんですけど、まあ何がね、地下ですか。これ地下じゃないんですね。これなんだろう、これ常時発動、その後ろに目標、ターゲットに指定できないって。本当はターゲット指定できない。ピゴマルさん、うん、最近デモが出てるやつかな。あ、見たい見たい、そうそうそう、
それの先駆け的。よし、やっぱ音色を聞かせてアメとブチだな。アメとブチの広告が一番効くな本当に。よし、アメとムチかな。アメとムチが一番だったわ。よし、ちゃんとアメとムチで交互にやるか。一発頭殴ってね、アメを効かせてムチを打ってやって。あー来ねえか。え、ちょ、裏切った。裏切ったんじゃない、すり戻った。ちょっと待って、今一瞬裏切った。よしよしよし、 OK、 正気に戻った。危ない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 、あいつ正気に戻りよかった。わらわら、糸さん裏切ってねえよ、わらわら、わらわら、あいつ早く早く、一旦パンチ、ムチ入れて飴、ターンエンド。狂気なんだよなこのゲーム。このゲーム狂気なんだよな。いやいや、いいわいいわ。イカシさん、切なくなるわ、相手の気持ち考えたら。わらわら、いやいいよな。やっぱそういうところから始まるよな物語。いや大切よなみんな。いいね本当に、いい試合してるわみんな。二マス先のハンマーのダメージの 50% だって。また二マス先のだって。まあいっか、これはいっか。いやーいいわーマジで。 HP を220回復、最大 HP 下がるんだ。まあまあお試しだからね今は。もうちょっと、あ、3体無理なんじゃないこれ。3体無理でしょ。一旦猛毒に、全員猛毒にさせて、猛毒にさせて、それぞれ交互に音色を聞かせて、挑戦してみる価値はあるね。それぞれみんなに音色を聞かせた後、一人一発ずつ、赤い火避けたやつ、一旦ターンエンドするか。よしよし、大丈夫だよ、ちゃんと均等にみんなに音色を聞かせるからね本当に。でハンマーで、ハンマーで殴って、よしよし、一旦誰が裏切るか。あ、やばい、俺死ぬんじゃねえ。大丈夫だ。うん、どうだか、やっぱ均等にやるとよくねえな。あ、一人、あ、ナイスナイスナイス。遅いよ来るの。こいつも来ねえかな本当に。ギリギリで。ねえな。リパシさん、コウモリが割とかもって感じか。コウモリ、コウモリなんか、コウモリなんか勝手に死んだけど、死んだんだけど、大丈夫かなあのコウモリ。リパシさん、コウモリ、わらわら、コウモリ勝手にヒューで、ヒューでいなくなったけど、俺のベルバイカーいなくなったけど大丈夫かなコウモリ。広瀬から。あ、こうでだ。なかなかこうでな。あ、裏切った、裏切ったんじゃない。あ、ターンエンド、やれやできるもんだな。やれやできるもんだな。やれやできるわらわら、やれやできるもんだな。いや今日もいいこと、いい子でしたねあの子たち本当に。いや本当にやればできる子ですよあいつらたちだって本当にね、みんな。リパシさん、マジでこいつどんな方でもいいから一回裁かれた方がいい。本当に何でもいいから。ちゃんとこうやって攻撃しやすいよりここに寄せますか。これバットはエネルギー使っちゃうからさ。あ、ホットドリンクあるじゃん。HP 回復できるね。あとはこれ、防御のこのブロックポーション。で、あ、これいいねこれ。間違えて。全体を舐めるように叩けるから、よりスムーズな教育ができるかもしれん。待って、一旦ここに出るか。間違えてで全体に殴れるから。しょっけ。いい武器取ったわ。間違えて様々だな。ここ。
え、何これ、初めて見た。テディベアの剣、隣接するアクセスにとって、あ、攻撃力あるんだ。あ、こっちまた HP 回復できるやつ、これ買っとくか。しけ入れよ、ほんとこっからが正念場よ。あー、3体もいる。一旦これ飲んで、これも飲んで、よしよしよし、で飲んで、うん、俺のマイフェイバリットソング聞いてもらって、はい、で一旦間違えて全体をなじる。あ、ダメだな、これぐらいじゃダメか。みんな均等に全身をくまなくやって、でこの飲んだ酒瓶すらも使う。あ、こっち来ないかな、かなかダメだな。一旦ここは保留だな、マジか、うん、でもう一回音色聞いてもらって、全体的に、うん、聞いてもらって、間違えてで全員殴って。あ、来ねえなーこいつら、ダメだな、すごい意志が強い。ビゴマルさん、うん、それも武器になるの。あ、そうそうそう、飲んだ、しぶといね、お前に、うん、飲んだ酒瓶すらも武器になるの。よしよし、俺の音色聞いてもらおう、間違えてで。あー、ありがとうありがとう、1名様ご案内。こっち来いよ、意地張るなって、意地張るなって、ほら仲間に殴られて辛いだろ、俺だって辛いんだぞお前。一回俺のコンプリートのね、ターンエンド。ターンエンド。いやー待って、新しいのがある、ハープがある、全ての敵に魅了、ハープがある、嘘やろ、ハープ、ハープがある。フルートは敵に5。ハープは2。嘘でしょ。ハープ。メムさん、ハープ。時代が来た。時代来た。ハープ、あれな、ハープどれぐらい消費すんの、ハープの消費量がわかんねえ。やべえ。ハープ来た。ハープ来たわ。よし。ワクワクするぞ、お前。リパシさん、ターン終了時に一律にってことじゃない？あ、そういうこと？ BGM 的な感じか。あ、ほら、周囲にアイテムがある場合、ほら、エナジー1。エナジー1で周囲にアイテムがあるとこれダメなのよ。こういうアイテム。M3、2か。これ、これがエナジー増えるやつ。これ、周囲にアイテムあるから、これ無効化。ダメなんだよね。だから、しょうがないんだよね、ここら辺は。だからここら辺はね、次レベルアップした時のための布石だね。取っとくか。お金でいいやつ買えるかもしれんから。こっちは何がある？え、こいつで試すか？死んだふりしてるやつ。追いはげしようとしたら起きるやつだよね、いつも。起きた。おいおいおい、ハープで2ついてる。一旦、いや、まだ殴れるあれがない。一旦、来るの。俺の全力の演奏聞いてもらって、あ、こいつ全然なびかねえ、強えな、意志が強い、すごい意志が強い。ちょっとゴミみたいなさ、ゴミみたいな仕事。音声、リコシさん、違わないの、ね、あ、ローズさん、一旦ね、一旦。そう。一旦な、一旦ハーブな。いやー、いいわー。マジ楽しいわー。ワクワクするわー。ゾクゾクする。早くレベルアップしねえから、エネルギー増えるのにね。楽しいわー。おいおい、みんな、どうした？みんな。ちゃんと、フルート聞いとけ？どうする？間違えてで一旦全体をほぐして、よし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 、結構こいつら強いね。プロテクション、これポーション何度か、よし、ターンエンド。いきなりなんか寝返る人とか来てくれると嬉しいな。ね、間違えてで、
コウモリは HP 低いからかな。ちょっと寝返りしやすいな。あとは、まあ一人寝返ればこっちのもんだからな、大体。よしよし。一旦間違えてて、ほぐして。あ、よし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 。フルート。もうちょっと。もうこっち来る。OK、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 OK。はい。ちょっと通りますね。すいません。ちょっと通ります。OK。よし。疲れた疲れた。今日も大変だわ。三橋さん、わらわら。メムさん、ほんとげっすいな、わら。マジでさ、このゲームやべえな。うっとり。ワクワク、ワクワクしかしないわ。眠気飛んじゃったじゃん。ほんとに。あ、シールドがある。シールド使いたいけどな。もうゲスグッズでいっぱいなんだよな。ルミンさん、うん、目を離した隙に面白いことに笑わら。ね、面白いことになってるよね。めっちゃ面白いわ。笑っちゃったわ。リパシさん、この盛り上がりの中、私そろそろ寝ねばならぬので、明日の朝までこの店舗の殺戮が続いていることを願ってます。ご愛に。絶対続かないよ、そんな。いや、ありがとうね、リッパーさん。これ全体。これみんなこっち向いてくんないのかな、誰か。確率かな。 100% の確率もあんのかな。え、なになに？あ、これ巻かれたのね。リパシさん、うん、明日の朝までフルート吹いててくださいね。君の目が貫いた僕の胸をまっすぐ。メムさん、あとは私に任せて。ちょろいどう。リパシさん、あ、ちょろかったわ。深夜は任せました、お会いに。あ、来た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 、新しいの来たわ。これが対角線上にあっちゃいけないから。よきさん、また朝にお会いしましょう。リパシさん、最後に見れたのでよかったです。クスナガミパンダ。こんな下水やつを。よし、これでエネルギーが増えるよ。エナジーが。これ。対角線上に、周囲にアイテムがあっちゃいけないから、ここで、はい、エネルギーが確定。きたわ。あ、これ、ちょうどいいから、これつけると、あれ上がるからさ。いいね。いい感じよ。本当に。誰も殺しちゃいけない。誰も幸せになれないから、そんなんじゃ。ここ、近寄っちゃダメなんだね。誰も幸せにならないから。今までのやり方だと。これが一番幸せかもしれない。ある意味。気がついたらもうあの世にいるっていう。メムさん、だいぶ安定してきたわ。ね。だいぶ安定してきたよね。本当に。え、4体 ?4 体厳しくない？嘘やろ。いや、4体厳しいって。いやー無理よ。あ、だけどエネルギーも増えてんのか。4体いけんのか。4体に行った戦慄を聞いてもらって。だけど武器が3個なんだよな。武器が3個なんだよな。満面なく叩いてくる。いやーダメだなこいつら。なってねえわ。お邪魔。お邪魔を残し。よし。ほら、また来た。お邪魔。お邪魔なやつが。まあ、次ぐらいで多分もう、ギブアップでしょ、こいつら。なんか一番目のやつ、目がランランとしてるもん、もう。もう我慢できねえみたいな。後ろから行くか。ターンエンド。え、待って、え、何、え、何、なんか変な感じになってるんだけど今。何、みんなどうした、みんな正気を保て。やばい、フルートがこれ使えなかった。よし、OKOKOK。ギリギリだったわ。どう？下水だよな。エイトの賛美か。あ、これ。あっち使うやつか。
いやーいいなぁ。いいわぁ。あ、HP8 回復。だけどアイテムに隙がないんだよな、もう。取っとくか。取って回復するか。取って回復するしかねえよな。中でございますわ。いっかいっか。このままでいっか。一旦1下がるけどいっか。いやー楽しいわ。味が。武器に3ダメージ追加。鎧に2ブロック加算。鎧に2ブロック加算が無難だね。これ。この、これに2ブロック加算。OK。よしよしよし。よし。裏切りの冒険も続く。メムさん、全体攻撃にプラス3も厚い気がするが。あ、確かにね。強めのひっぱたきやんないと裏切らなそうだよね。こいつな、一旦これは食う。これ食って、で俺の全力の 100% のソングを聞いてもらって、で一旦、あ、ダメだ、殴るとこいつ火力が上がってる。もう一回フルート全部聞いてもらって、一旦フルートだけ、フルートだけでいくか。完全に正しい真正面から攻略していくか。こいつは仮にもボスだからな、真正面から攻略していこう。火力が上がっていくからな。ちゃんと俺のフルートを聞いてもらえれば絶対理解してもらえるから、この世にこんなに素晴らしい音楽があるんだってことを絶対に理解してもらえるから。100いったぞあいつ、メイド101いってる。どこまで行っても理解してもらえないかもしれない。だけど俺は気持ちが分かり合えるまでは頑張る。あっ120でもう限界だったみたい。120で限界だったみたい。120がもう限界だったみたい。我慢できなかったんだろうな。こんな汚い世の中じゃ、ああ本当に信じた。100より超えたら確定。足りない場合は度合いに応じて確率って感じか。多分ね。屈したで。やっぱり信じたいのよ。この世の中はそんな悪いことばかりじゃないっていうことを信じたいのよ。バックパック内にあるポケットの数に応じて、ダメージ増えるんだ。今はダメージしたいよりね、着付け的な感じでちょっと殴れる感じのアイテムがいいな。来た来た。長押し。持って帰りたいアイテムこれだからね。これ。ちょっとこれ。これだけ持って帰ってもらえれば。うん。よし。やっぱりな、みんな。みんな大変よね、ほんとに。いやー、よかった。こっちでまた火力上げできると思うよ。お、武器に2。縦、トゲ、武器に敵3減速。炎上つけれるよ。これいいんじゃない？これ1回しか改造できないからね。じわじわナブル系がいいよね。よし、OK。ナブル系決定。うん。あら。2人でどうしたの？こんなに。慌てて。一旦自己紹介終わった感じだね。なんかこれ、俺の全力のフルート聞いたら多分理解してもらえるから。あ、理解してもらえないのかな。なんでこんなに熱い気持ちで一生懸命気持ちを伝えてるのに理解してもらえないんだろう。やっぱり、いや、一旦均等にやって理解してもらった方がいいわ。あ、ダメだね。あ、強情だわこいつら。信じられない、こんなに熱い気持ちで戦いに臨んでるとは思ってなかった。ごめん。あ、置けないの。ジョーク？ちょっとこれ邪魔だな。やばいな、そろそろこいつらやばいな。あ、またうぜえこいつら。
お邪魔キャラ置いてきてる。ちょっと一人集中的に落とすか。やばい、間違えた。あーダメだ、フルート1回しか引けなかった。こんなんじゃ全然ダメ。あーダメだ。あーやば、どうせ壊せないか。ネムさん、うん、後ろがあと1回でいけるんじゃないか。あ、行った。後ろ行ったり来たりしてるよ。あいつ気持ちがブレてる。どうした後ろ。後ろ来た。あとは全力のフルート聞いてもらって。あ、HP があれなんだ。音色と HP が上回ればもう屈するんだ。なんだよ、早く言えよ。来た、ホルン来たよ。ホルン来た。え、なになに、ホルンなんで。あ、こんな感じか、ホルン。ホルン来たわ。ホルン。メヌさん、パワーアップだ、わら。いいね、ホルン。なんか HP 減らすのも重要なあれなんだね。重要なんだ。音色が全部上回ればいいのか。なるほどね。わかった。均等に殴るのは要素は。集中攻撃でやるわ。フルートが2個っての盛り替えできるな。マナがあればとにかくプラスをさせるわけか。ん？あ、そう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 。エネルギーね。マナとエネルギーちょっと厳密に言うと違うけど。そうそうそう。やっていけばいいのよ。本当に。いやー、楽しいわ。だんだんシステム理解できてきたね。これあれ何なんだろうね。またカジヤ。武器に2個炎上はつけたでしょ前。指輪に1装備する。縦装備するあれもないんだよね。うん。まあボスすらも音色さえ聞かせれば。だから HP 一番少ないやつが狙い目なんだけど。あ、こいつやばいよね。こいつ。あれ？ホルン全然効いてないよ。あ、ホルンってこれか。1位でやるんだ。これはオートじゃないんだ。ホルン強っ。メムさん、全体4はでかい。ホルン強っ。あれで弱らせて。でもこいつはもう1コロだから、もうこっちに寝返るから。あいつはもう落ちたも同然だから。こいつも泣いてるけどもうそろそろ落ちるから、毒で一旦弱らしとくか。あいつよし、待て、俺の全力のホルン聞け。よし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 、オッケーオッケー、よしよし、オッケーオッケー、よし、あと一発。ターンエンド。あ、すいませんね、ちょっとすいませんね。ちょっとすいませんね、本当に悪気はないんで。本当にメムさん、行ったり帰ったり、ハミ量が1減ったことでハプより低くなったからなわけか。そう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 、ターンごとに下がるから。もうホルン手に入れたから、もうそんなことはないよ。そんなことはないよ。ナイス15時間だよ。ナイス、サニーさん。おはよう、おはようなのかな。いいでしょう。やっとね、このゲームね、楽しいところ来たよ。ツルリンさん、うん、そろそろお仕事に戻ります。中見さん、応援してます。 ありがとうございます。応援ありがとうございます。あ、これ何、トイピアノ。え、別ポケットに楽器の数に応じて。ピアノに、あ、ピアノ、楽器の数に応じて。熱っ。32523。ウェイウェイ。だけど全体じゃないんだ。全体じゃないんだ。メムさん、でかい。でかいけど全体じゃないよ。一体の時は強いけどねっていう感じで。しかもポケット単位だからね、まとめづらいんだよな。これ高さがないとここ防御力出ないからさ、ちょっとつらいな。なんならこのこれがもっと欲しい。ハープが、ウーハーがもっと欲しい。ウーハーって言い方が正しいのか分からんけど、ウーハーがもうちょっと欲しいな。これ楽器？魔術師のやつ。まあいいや、これは取っとくか。うん。メムさん、まとめればプラス6か、自分含めてプラス8で11、13。そうそうそう。
だけどね、まだまだよあれは。だけどね、逆にね、お金があるとね、40ごとにね、エネルギープラス1とかもあるね、そういうのが。より多く引けるのもあるから。あれ35で結構高めだからさ、お金が。あれ取っとくのもあり、買わないのもあり。まあ、だけど今後のアイテム次第だけどね。丸買わなかったけどね。こいつらか。ちょっと一旦俺の音色を聞いてもらっていいか。俺の魂のソングを聞いてもらっていいか。後ろのやつはもう寝返るな、あいつ。あいつはもう寝返るな。もうちょい。え、あいつガードがついてる。え、硬っ。あいつガードついてるわ。あ、来た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 。寝返った寝返った。一旦また全員。おー、よし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 。そんなに辛くないから。みんなでこっち側に来れば辛くないから。安心して来ていいから、ほんとに。あー、やられた。うぜえ。うざいよな。ちゃんと見た。ちょっと音色。よし。じゃあちょっと取りますね。すいません。ちょっとだけそば通してください。ありがとうございます。安いよな、こいつのピースサインが。いいわ。いいわ。癒されるわ。あ、またこれ取った。シューズハット。これだ、使いてえな。これ何 ?1?1、2、5、5 でしょ。これ1個で ?3 だから結果的にこれない方がいいのか。これなしで、ここでブーツ履いて、もう1個これが来ればいいのか。あ、自身に5。あ、これとこか。あー、じゃあこれは捨てて正解か。OK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 。よしよし、ますます丈夫になったぜ。耐えきれる体だった。これこのままクリアすんじゃない？テレ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 。あいつこいつ防御がついてんだよな。あら、こいつ下手に防御ついてんな。一番体力あるこいつから減らしとくか。よしよし。まあ次のホールンでこう1コロだな。誰だよ回復させたの HP。もう無駄だけどな。よしよしよし。あ、ガードついてる。アーマーついてる。厄介だな。おいおい、仲間割れはやめろ。よくねえぞ。みんな仲良くこっちに来れば済む話でしょ。本当に落ち着きなさい少しは。よし。いや、いいわ。よくないよ、ほんとに。ネムさん、えぐいわらわら。よくないからね、ほんとに。よしよし。どうしようかな。ここにつけたいんだけどね、ポケット。これ、な、勝手に左上行くのなんだろう、これ。こうか。OK。できた。これでまたここにシューズとかさ、つけたらさ。ピアノ持ってきて、ここに楽器まとめてもいいかもね。まとめられるかな、ちゃんと。一番上と下にないといけないからさ。メムさん、ボス用のためにハヨピアノ使えるようにしておきたいところだよね。だけどこれさ、一番最上段かこれ最下層にないとね、アーマーが出ないの。だから上下をさ、ボスの攻撃が効かないぐらいガッチガチにするのもありなんだよね。ガッチガチだ。あらら、そんな HP で大丈夫？オルンあるよ俺。オルン大丈夫？こいつ大丈夫かな、こいつら。心配だな。みんな均等にまぶしとくか。よしよし。これがもう一個欲しいね、間違えて。間違えてあってもだいぶ安定しそうだけどね。おばあちゃん！ばあちゃんさん、長見さんおやすみなさい。靴長見分。おやすみ。ばあちゃんおやすみ。ああ、なんだ。みんな。やってることがクズなんよな、これ。ほんとに。ナイフ、ナイフ、追加でナイフ入って。もう一回、これ、切りつけ回数増えるな。あ、これ何？初めて見た。ダロンブーツ。上のマスを持つポケットの数に応じて、3ブロック。ん？どういうこと？こうやって？これで？
自身に5ブロック。あ、全然防御力増えてくね。ガンガン防御力増えてくじゃん。これなんだろう。同じ側にポーションを生成する。へえ。プレイヤーターシュルジュ、有毒ガスを生成する。これ強くない？あ、これ以上不利。呪い？呪いなんだこれ。アクセサリー呪いって書いてるな。呪いか。まあ、呪いの実態は未だによく分かってないんだけどね。呪いが3溜まってる。ポーション。お、エナジー。このポケット。あとにアイテムがある場合、向こう毎ターン。あーちゃんさん、デカ15時間何してんの？ダブルすごい顔。そうそうそう、楽しくてやってんだよね。これずっとやってるよ。これポケットにアイテムないところでやればエナジーが増えるんだ。いいでしょ、ファーちゃん。楽しいよ、このこのゲーム。ちょっと今から楽しくなったところだね。よし、レベルアップが楽しみだな。ワクワクしてきた。あ、本欲しかったな。だけど BP え BPB だっけ、あれの方が楽しいかもね。みんな、もう俺はこっちで楽しんでるけど、ね、さてらだと、あ、魔法使いのやつ。メムさん、個人的にはこっちの方がいいな。わら、そうなの。まあまあ人それぞれだからね。報読、あ、これまた出てるよ。2マス先にアイテムがある場合、向こうエナジー、またエナジーが増えるアイテムだよ。え、エナジーアイテム多くない？2マス先にアイテムがある場合、向こう2マス先にアイテムがなければいいのね。ポケット単位ね。で、これはポケット単位でアイテムが、なるほどね。おいおいおい、これ1ターンに何度も吹くことになるぞ。だって一旦ここでこっちにアイテムあるとあれだけど、これ下手したらこれ1ターンで全部決めれるぞ。あ、1ターンじゃない、一発で全部決めれるね。俺の生演奏聞いてもらって、でこれやって。メムさん、あっちはちゃんと見たことないが、大人デーペみたいなランク制だっけ？こっちの方が気楽でいい。わら、あ、ランク制なのあれ。あ、なんかランク言ってたような気がするな。 G タンクさんが、G タンクさんが教えてくれたんだよね、わざわざ配信来てくれて。楽しいよって言ってた。うん、そっか。うん、ごめん、これフルートでもいいんじゃねえか。よし、もうちょいだな、あと一発。ノーダメだわ。お、ギターがある。これギターじゃない、クラシックギター。敵に魅了さん、一回使用か。メムさん、こいつ最強じゃない？なんかこれ何？あ、これゼロだ、消費ゼロで使えるんだ。メムさん、寝返ったら一発早べえな。やばいね。あ、これ使用かっていうのはあれなんだ、寝返ったら一発だよ。なるほどね。これナイフと同じだね。あ、いや、ナイフは威力上がるから、ナイフは別ポケットでナイフの数に落ちてるから、別ポケットなんだ。これこうやると、あ、ナイフに、あ、威力上がった。で、これギターは、ギター、これギター、ちょっとこれ、ハンマー捨てるか。で、ギターここに入れて、これ0だけど、3だけど0っていう感じね。OK、OK。いいわ、やっぱギターもいいよな。あれ、目が覚めたわ。お、未知のペイント、あ、これ初めて見るイベントだね。遠くから帰るなきゃ、いや、印象が聞こえる。最大 HP アップか、戦闘だろうな。OKOK、 強心者め。そんな向きになんなくてもね。メムさん、多すぎ、わら。おい、一人出返ったからな。
そう、かわいそうで仕方ないけど、もう一人も寝返るぞこれ。大丈夫。おい、やめろやめろ、争いごたえやめろ。俺はピースフルな歌を歌いたいんだ、本当に。みんなが笑顔になれるような、そんな歌を歌いたいんだ俺は。お願いだから争わないでくれ、そんなことで。もうちょいだな。よし、あ、一人行った、一人。あ、ちょ、どうした、えれえれえれ。よしよし、これギターが、一人お使いで行ったみたいだから、みんなちょっと迎えに行って。ラッキーラッキーで、これよくわかんないんだよな。アイテムの紹介されて、そのリターン仲裁しようかな。ユニーク的にさ、これの対象となったアイテムの紹介忙しいされた。いっか、あんまり覚えなくてもいいや、あんま強そうな感じしないから。よし、これクリアだわ、ここのダンジョン。そのまま多分これ最終フロア、ボス戦よ。やっぱホルン持ったら勝ちだったな。200よこいつ、200よ、200は無理よな、厳しいな。よし、敵の敵は味方って言うからな。よし、うまくおびき寄せれるかな。一番こっちか、一番才能あるのこいつだな。こいつからは才能を感じる。ネムさん、うん、仲間のハクタケイナ、やばいでしょこいつら。だけどあんまり HP 減らすとさ、こっちにさ来てもらった時にさ、ちょっとご足労願った手前さ、すぐに退場になっちゃうからさ、あんまりきついあれもできないからさ。よしよし、やっぱり殴ってこっち側に来させるのは間違いないよ。あいつどんどん呼んでるけど大丈夫かな。こっちにとってラッキーでしかないんだけど、あいつ大丈夫かな。ネムさん、仲間が溢れるでわらわら。あいつ大丈夫か。もう仲間同士でしか殴り合いしてないぞ。俺後ろから楽器演奏してるだけだからな。どうすんだろうこいつ。ぼっちで心震えてるんじゃないかこいつ。ダメージよりも心のダメージの方がでかいんじゃないか。ネムさん、集団リンチだわら。また仲間呼んでるよ、新たな仲間。だって、まあ、気付け役のホールンだ。ピースじゃねえんだよ、すげえからし音楽じゃん。どうしたこの BGM じゃねえんだよマジで。いやー、いい物語だった。あ、取れた、あれユニーク黄金の羽、うん、あ、これ売っておしまいですね。ネムさん、今のやついいシーンでクリップしておきたいが、私はクリップわからない。大丈夫よ、適当にやってれば。これもなんか後で見てね、クリップ結構したりするよ。ほらこいつが一番ゲスかったな、戦い方。もっとなんか武器を持ってお互いに殴り合うみたいな、
ロックは永遠だなってわけのわかんないこと言ってるこいつ。こいつやばいな。メムさん、まさかボスがこっち来て呼んできた仲間がぼっちになるとは。あいつやばすぎるぞこいつ。発想がやばすぎる。なんでその戦法をやろうとした。こいつマジでやばかったね。これマウスのポインターのやつが、マウスのポインターが邪魔でござる。これか、間違えて。マスク来た。いやーやばかった。これマウス操作の方がいいな。なんかバグってるな、パッドでやると。近接。近接。いやー笑ったわー。やばかったね、本当に。本当容赦なかったわ。軽い鬼だよね。え？なんかこれ兵所？よいしょ。ん？なんかこれ。メムさん、仕様を理解したらもう怖くないわ。ね。もう慣れちゃったね。メムさん、怖いのは装備整ってない最初だな。わら。ね。ほんとそうよ。やっぱノーヒントでやるのは楽しいよね、そこらへん。ノーヒントで、実はこれ半日ぐらいハマってさ、開けたらめちゃめちゃ雑魚だったっていう。ありそうだよね。こっち、役所行った方がいいんだよね、確か。